はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時をちょいと回りました。11月の2日の木曜日でございまして、まったりとしております。今日ね、24度ですよ。この部屋27度、なんかちょっと暑いぐらいなんですけども、本来ね、もうカラッとしますね。今日ね、湿度が低い、ですね。さて、行きましょう。時事 .com でございまして、これは昨日の18時37分に出た記事です。南米で対イスラエル感情悪化、ボリビア断交、大使召喚の動きもというような記事になってまして、ちょっとだけ読みますと、中東系の移民が多い南米でイスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの攻撃激化を受け、反イスラエル感情が広がっている。ボリビア政府は10月31日イスラエルとの断交を表明。断交ですよ、断交。チリやコロンビアは駐イスラエル大使の召喚を発表した。今回の軍事衝突をめぐりイスラエルとの断交を表明したのはボリビアが初めてとみられる。ボリビア政府はイスラム組織ハマスが実効支配するガザでのイスラエルの作戦を好戦的で同行した軍事攻撃と指摘、数千人の民間人の死がもたらされたなどとして停戦を要求した上で、食料や水、他の生活必需品の搬入を妨害する封鎖も国際法に違反していると強調した。一方、チリ政府は31日の声明でイスラエルの攻撃をガザ住民への集団的懲罰と断じた上で、国際人道法の受け入れ難い違反と強く非難、即時停止を求めるとともに大使の召喚を決めたと宣言した。コロンビアのペトロ大統領も同日 X で、協議のため駐イスラエル大使を呼び戻すことを決めたと表明。イスラエルがパレスチナ人虐殺をやめないのであれば、我々はそこをイスラエルにいることはできないと警告した。中東系が経済的影響力を持つブラジルでもイスラエルの行き過ぎへの反発は強まる。ルーラ大統領は27日の記者会見との懇談で、我々が目の当たりにしているのはハマスだけでなく子供や女性もいることを忘れ、ガザを葬ろうとしている。イスラエルのネタニヤフ首相は首相の狂気だと述べた。 AFP 地図通信によると、25万人以上のユダヤ系人口を抱えるアルゼンチンでは18日イスラエル大使館に爆破を予告する電子メールが届いていたと。まあ、これで一問終わったんですけど、このイスラエルに対して非難をするような動きって、実はこれだけではなく世界中で広がってましたよ。アメリカ国内でもですね、イスラエルを非難するような動きは結構出てきています。これがね、30年前であればですね、世界はイスラエル支持一色だったんですよ。というか、まあ、パレスチナ支持もあるんですよ。アラブではそうですよ。当然アラブはそうなんですけども、アラブ以外の国で、主なキリスト教徒の国ではですね、イスラエル支持が一色だったんです。もう今明らかにこう世界の世論が変わってるなというのを実感させられますね。なんで変わったのかってよう分かりません。いや、これだってボリビアが断交するって何なんこれと。ボリビアって南米の山国なんですよ。貧しい国ですよ。資源もないし、ですね。で、特にボリビアの政権とはよう知らないんですけど、反米というほどでもないですよね。あの辺で反米はもうベネズエラなんですね。であり、キューバであるんですけど、まあ、ボリビアもですね、ゲバラという昔の人が活躍したところではあるんですけど、断交するってどういうことなのと。で、ユダヤ人って世界中どこでもいますけども、ね、中東系の移民も今南米にはちょろちょろ行ってるみたいなんですね。まあ、それにしても断交って何やろうと。で、やっぱしね、この停留にあるのはね、このユダヤ人への反発というのがですね、あると思います。
南米ほぼキリスト教徒が支配をしています。まあ、いろんな人住んでいますけどね。まあ、アルゼンチンなんてまるで、白人の国なんですけどね。まあそういうところでですね、反イスラエル感情というのが高まっています。で、あのユダヤ人というのはね、僕の世代ではですね、ホロコーストにあったですね、被害者民族という意識があるわけですけども、今の若い人々ですね、40代以下ぐらいでしょうか、あんまりない、世界的に見てね、あんまりそっちの方の意識が強くないみたいですね。どっちかっていうと、パレスチナ人をいじめている加害系の人々と、加害民族というふうに見てる。で、かわいそうなのはパレスチナ系の人々であってですね、それをアメリカに支援されたですね、強い武力を持っているイスラエルがいじめている、あるいは殺めているというような認識が高くなってるんちゃうかなという気がしますね。つまり世界世論の変質、変化なんです。イスラエルはそのことについてですね、今回結構ですね、その変化に驚いているのではないかと思います。今まで世界はおおむねイスラエル支持であったんですね。日本はちょっと微妙ですよ。日本は昔からですね、どっちかという意思を鮮明にしなかったんですね。で、どっちやねんって言われたらパレスチナにやや同情的という感じでした。なぜか日本は中東から石油を買っています。中東の国ですね、サウジアラビア、アラブ首長国連邦をはじめそういった産油国はほとんどがパレスチナ支持なわけです。だからイスラエル支持になってしまうとですね、お前に石油売ったら変ってそういうことになるわけですね。うわ、困るわけでして、で、イスラエル VS パレスチナという対立構造はですね、もうどっちもどっちなんですよね。どっちを支持するというふうにこうならなくても別にこう大義名分は立つ対立構造なわけでして、ですんでですね、日本は起死鮮明にしないまま今でもですね、岸田なんかアホなこと言ってましたけど、まあピンポケでもいいんですよ。あの中東の紛争に関してよ、で今までやってきました。ただ今ですね、世界の体制を見るとですね、まあアメリカ、ヨーロッパはおおむねイスラエル、アメリカは鮮明にイスラエルですね、ヨーロッパはおおむねイスラエルというような感じでして、で他の国々はですね、どっちかというとパレスチナに同情的と、やっぱりアメリカに反発している国々、人々もいればですね、ユダヤ人に対して反発している人々もいるわけであって、それがこう組み合わさってですね、反イスラエル的なですね、感情につながっていると。やってることをですね、ハマスがやったことは明快に、あれはテロですね。でもそれに対して仕返しをしているっていうのもですね、やりすぎというイメージで世界は捉えていますね。でガザの人々の大半はですね、一般市民なんですね。ハマスの協力者もいるかも分かりませんけども、ハマスはガザで圧倒的支持を得ているわけではないんですよ。まあ一応ガザを支配している組織ではありますけども、圧倒的ではないんですね。中にはですね、ハマスに対して敵対的な感情を持っている人々もいるわけです。そういった人々も含めて、女子ども、老人、弱い人も含めてですね、イスラエルは攻撃の対象としているというふうに世界は見ているんです。だから今ですね、ガザへ、イスラエル軍は侵攻をしました。でそこでですね、やたらと撃ちまくってるわけですね、人を誤っているわけですね。でそれについては世界の世論の支持をこう多数、マジョリティは得ていないというのが現況です。こういうことってね、過去の中東紛争の中で初めてではないでしょうか。で一つにはネットというものの普及があります。イスラエルがやっていることの多くをですね、世界中の市民はネットを通じて知ったわけですね。それは決して褒められたことではないんですよ、彼らがやってることは。私は嫌ですよ、あいつ。だから私は何ら同情しません、イスラエル側に対して。むしろガザのパレスチナ人同情の方が僕は個人的には強いですね。でもすでにね、ホロコーストにあったですね、被害者の民族というイメージは
度重なる中東でのイスラエル・パレスチナに対する蛮行によってですね、もう払拭されたんちゃうかなと。これからはイスラエル人にユダヤ人というのは悪いやつだとですね、パレスチナ人をいじめている加害民族という位置づけになるんではないかと思いますし、それがある程度ですね、公正中立な見方に近いのではないかなと私は思いますね。はい、ということでこの時事.comのですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。